っぴん実践でもね、プラス1000枚目指して実践ですね。狂言ダッシュ確定です。50杯いけるもんだな。それでは、仕置き人ターボですね、99分の1なんでサクッと当てます。持ち玉で当てたいんですよね。で、125回転やめなんですよ、前日で。今日は1回も回ってないんですけど、まあ、もし U タイム引き継がれてるんだったらあと150回転ぐらいかな。この台私打った時毎回10連ぐらいはさせれるんですよね、クラッシュ入れたら。さあ、全部飲まれたか。飲まれましたね。追加投資いたします。まあでもまだ4500円だったんで、投資が全然プラス4000枚は頑張れると。はいはい、ジャージプラスジャージ、もう家じゃないですか。どんなジャージ。お、ちょっと待って、あ、光っとる。紫宝龍、これはなんか当たりそうな気がしちゃうけどな。あ、タンクに弾がありませんって立ってるな。大丈夫かな、これ呼んだ方がいいですよね、店員さん。全然3連まで行くでしょう。ああ、そうなんですね。よ、上昇上昇、真剣上昇中、鉄拳上昇中。って言われても、あ、はい、了解です。どんなジャージかわかんないんで怖いですけど、まあ、今日ちゃんとクリアすればいいんですよね。ただ今はちょっとクリアも危ぶまれている状態です。100回転、お、うわー、リセットされてる。いや、もう打つしかない。そっか、あと174、まあ普通に当てちゃった方が、いやでもな、40ゲーム以内でもう一発引けるのかっていう話ですよね。なあ、なんだなんだ、引けれた。当たりそうな、もう勢いの音鳴ってますけど、これは、おお、7、はい、待ってるね。あ、もう1連2回いくんで3連目までいくっていうことですね。お、真剣チャージ、こちらで激しい、当たりそう、とっても当たりそう。5両安くない。お、金ですね、これね、赤じゃなくてね。
すがに当たると思うんだけどな。これで、ね、行くのか。で、3連目ですね。おお、暑そう。さあ、野村モンド出ます。40ゲームのチャレンジをしなきゃが、頑張ろう。もう当たるつもりでいるけど。先読みでテカ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 鳴ってたのはね、どのぐらい、なんかキーフラみたいな、もう確定ではないんだろうけども、どうなんですかね。はい、失礼します。やったね。さあ、167ゲームかな、167回転です。見たよね。はい、達人ボーナスいただきました。総投資が今14,500円ですね。ここに来て10,000円ちょうど追加入れました。あー、当てれるかな。もう1回ね、40回転以内に当てなきゃいけないんですよね。89分の1、いけるかしら。それがものすごいスピードが速いんで、速攻で終わるときはこの40回転速攻で終わります。マジピーチぐらい行ってくれ。おおおおお、青、緑。はい、ピーチ。おおおお、いいよいいよいいよ。あ、2! 星2! 長押しです。頼む頼む、押せ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 。あ、お、やったー復活ー、イエーイ。おー、気持ちいい、やりました。おっしゃー、よし、浮きクラッシュ、あ、ハイパー使用希望なんですね、まずね。これで無事に新使用券クラッシュいただきました。伸ばすぞ。14,500円だから万発もいらないか。まあ、万発って言えば間違いないですよね。あ、そうですそうです。じゃあ頑張ります。とりあえず集中しますね。王道モードでいきましょう。120回転、何連させられるかな。おお、もう一回、おお、やった、ケケケ、やったぜ。よっしゃ。ハイパーに偏ってくれるならとっても楽です。すぐ万発もいけちゃうよ。
60中回転です。あかん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 、あ、あ、熱いんじゃない、熱いんじゃない、熱いんじゃない、熱いよね、熱いよね、7点、危ない危ない、大丈夫だよね、当たってくれるって信じてるから、よしよし、危なかった、105回転か、あーしかも7、イエス、あーハラハラします、いいですね、ハイパーばっかりしててるよ。じゃあちょっとモード変えますか、死神モードでいっぱいこっち行きます、よし、よし当てましょう、3連か今、おおおおお、早速早速、え、やった、早い、やったあ、これ1回でだけかな、早いですね、7になってくんねえか、7になんないか、ここは3ラウンド正規ボーナスです、超本当に本当に本当にお願いやだうわ終わっちゃった、4連、いやでも最後の右で当たってたら引き戻しがあるんですけど、ここでリーチかかってくれたら、おっ、ないかな、ないか、スッとリーチかかりますもんね、多分ね、ワンチャン、おっ、やったー、よっしゃ、はい、大丈夫です、まだまだあった、危ねー、私このパターンがめちゃめちゃ多くて、このライン終わった後の4回転以内でなんとか戻しましたね、およ激アツ得たよし、激アツだったらハイパーじゃないの、ハイパーがいいな、お願いします、55回転、2回転、まあ、4ですけど当たりました、31回転、じゃあ頼む頼む、あー1つ、あーもう来た、来ちゃうなハイパーが、ハイパーまだ足りないか、でももうちょっとっすね、よし、おおおお、うん、どうした、どうした、どうした、お、あ、いや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 、ちょっとじらされただけ、ああ、あれか、ターボ的だ、ああ9連終了、6874か足りてない、左打ちに戻してください、どうなのかな、どうなのかな、当たってたりしないかな、リーチにかかんないかな、かかんないですね、9連で終了してしまいました、悔しい、はい、ということで実戦終了となります、うーん、絶対達成できてないと思う、いや、まかに間違って
なんか心優しい人が一箱ぐらいポンって持ってきてくれてるかもしれない、後ろに。はい、終了します。お疲れ様でした。5756個、時点終了です。お疲れ様でした。風が吹いておりますが、あえて髪は避けません。本日は、前回の、罰ゲームということで、すっぴんで実践をさせていただきました。で、今日の無茶ぶりなんですが、プラス1000枚、まあ、パチンコに、たまに換算するとプラス5000発ですね、達成しろというミッションでしたが、本日は投資が14,500円で、回収が、5756玉かな、ですのでプラスにはなったんです。プラス2131玉ということで、無茶ぶりは達成ならず。残念。あのプラスになってるんですよね。でもそれでもダメですか？多分ダメです。僕の責任ではないということですね。わかりました。はい、悔しい。最後めっちゃ頑張ったのに。ゲンさんだって当てたし、まあまあ出したし、ライトで初当たり3回引いてますよね、ゲンさん。私ターボも最後頑張って伸ばしたんですけど、間に合わずということで9連か。もうちょっと伸ばせたかな。はい、不甲斐ない限りです。ということで、実戦の途中でも伝えられましたが、次回は罰ゲームですっぴんそのまま継続と、プラスおそらくダサジャージが届くのではないかというお話です。嫌ですね。しかも家から来いっていうことなんで。どんな衣装なのかな。はい、楽しみにしてますとともに、引き続きすっぴんですので、皆様にはお見苦しい思いをさせてしまうと思いますけれども、また次回も、その次にですね、ちゃんと化粧してこれるように、はい、見守っていただければと思います。そして、本日の動画ですね、いいね、グッド評価の方とかも、ぜひぜひお願いします。そしてチャンネル登録の方もよろしくお願いします。あと無茶ぶりの内容ですね、もう引き続きコメント欄にて、募集しておりますので、こんなのやってほしいとかっていうのあったらぜひ書いてもらえると嬉しいです。今日はでもプラスになってるんで、気持ち的には悪くない。そしてこの後仕事があるので今から化粧をするっていうね、ちょっと面倒だなという状態ですが、また次回も皆さんにお会いできるのを楽しみにしておりますので、また次回もすっぴんでお会いしましょう。お疲れ様でした。